どうも、キクジュチャンネルへ。今日はですね、11月の21日朝5時45分でございます。なんでこんな早朝からカメラを回してるかと言いますと、今日はですね、老人福祉施設協議会というのがありましてね、それの全国大会、取り組みのですね、まあ、各施設でいろんな取り組みをしてるんですね。それを発表するっていうイベントの全国大会なんです。だから本当に素晴らしい取り組みを発表し合いましょうっていう全国大会が滋賀でありまして、私、今から施設に行きまして、施設のキャラバン、大きい車で職員を拾いながら、まあ、計法人で7人、滋賀に行って、全国大会に発表を聞きに行くという形になります。何を隠そう、ケアハウスですね。こちらの方の取り組みも全国大会まで進出しております。素晴らしいことだと思いますので、ちょっとその全国大会の雰囲気を味わいながら、そして、こう、より良い施設を目指していこうという施設が集まって発表し合う、そういう雰囲気をね、ちょっと味わっていきたいなと思っております。ひとまず、愛媛県松山市の僕の自宅を出発ということです。はい。この車に3人だけ乗って滋賀に行きます。とても広いです。はい。ウェルケア高浜から3人、ウェルケア重信から4人、行くことになっております。こっち。いや、私さ、この駅通る？よろしくお願いします。いい天気すぎてえぐい。明石焼きと海鮮焼きとあの玉ねぎも買っていこうと思うので、めちゃくちゃ買おうじゃないですか。みんなで食べましょう。めちゃくちゃ買おうじゃないですか。すいません、明石焼き一つめっちゃ買おうじゃないですか。え、だって食べれんでしょ。めっちゃ買う。めっちゃ絶対眠たくなる。美味しすぎて。ここでは何買うんですか。明石焼き。あ、うまいやつ。トロトロのやつですよ。そうです。こんなよそで買うと5、6万するんですよ。それは高いですね。めっちゃ買うやん。いいですか。それがいいですか。リーダーめっちゃ買う。え、タコをつぶらえますか。え、あ、紫イカがいいですね。紫イカ2つ。イカゲソ串1つ。鶏肉ルン。最後、玉ねぎ。めっちゃ買う。じゃあ玉ねぎの天ぷら1個買いましょうか。レンマ、ありがとうございます。淡路インターに大貢献のリーダーです。みんなで食べましょう。あ、食べます、はい、すごいね。琵琶湖、琵琶湖と榊原さん。あ、でも紅葉もどこを回るか考え中。14時から15時までICT 導入で介護現場が危機的に変わる。あ、聞けるんですこれ。聞けます。行きましょう。全国大会初日、めちゃくちゃでかい規模でびっくりしました。はい、明日はケアハウスの岩田さんがですね、全国大会で発表しますので、その模様もね、お届けしたいなと。で、明日はちょっといろいろね、労使協の委員の、施長とかされてる方の質問とかできるね、ブースにも参加して、リーダーの育成のこととかね、質問をしてちょっといろいろ教えていただきたいなと思っております。ちなみにこれ、琵琶湖です。
はい、ちょっと規模がでかすぎてカメラではなかなかお伝えできませんが、天気も最高やし、いい経験になっております。絵文字するわ、坂木原さん。とりあえず一回っていうタイミングで真ん中にだけ穴を開きます。こんな風に、そこにこちらのだしの方と、じゃあ天かすの方をお好みで入れていただきます。あ、そうか、はい、普通のもんじゃってこれソースかなんかのが入るんですね。はい、これで完成になります。で、溶けたのを食べればいいんですか。そうですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はケアハウスの岩田さんが発表ですね。どんな発表されるんでしょうね。昨日熱い討論を繰り広げられた坂木原リーダーと何の話をしよったのかわからんけど、いろんな仕事ね、この仕事独特の悩み事っていうか、坂木原リーダー、はい、もう一人の人がですね、はい、琵琶湖を見てですね、海やないかよって本気で言ってたんですけど、ちょっと僕は恥ずかしいんですけど大丈夫ですか。似た人がおってよかった。逃げてますけど。あれ港や、あれ海やないって言ったんです。顔とかが白いって、はい、うん、ねえ、鵜飼の方が、うん、あ、だって坂木原リーダー、あの、はい、ICT って何なんですかね。あ、Information and Communication Technology。 どうしましょう。ドキドキします。初参加させていただきました。お祭りの1週間前には、新村の地域では、おみこしの担ぎ手が少なくなってきている状況でしたので、地域の方から、今年はおみこしを柱に手伝えることがあれば、何でも言うてな、ともおっしゃっていただきました。次のスライドをご覧ください。この施設の取り組みなどをお話ししながら、東温包括支援センターから依頼があり、地域の方と入居者様と会いました。この後も地域での愛媛プロレスさんのイベントを入居者様と見に行ったり、施設の雰囲気を地域へ伝えたいとテレビ番組ミラクで発信も行いました。病院提唱ケアハウスウェルケア支援岩田豊の岩田でございます。ヤンゴンです。今日はあの発表されたそうですけども、はい、あの僕も見させてもらいましたが、あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。本当に分かりやすい発表で、あ、最高でした。仮の姿でおられましたね。そうなんですよ、はい、岩田さんっていう仮の姿で。そうなんですよ、はい、次出る時ヤンゴン先生です。そうですね、来年はね。私はこの施設の発表も聞けてすごい勉強になって、明日からまた一からやっていきます。頑張りましょう。おー